ただいまより東ども自民党の領土に関する特命委員会といたしまして、長崎県の肥前鳥島および男女群島の視察についてこの会見をさせていただきたいというふうに思います。まず日程につきましては別紙ございます。1枚お見せいただきまして、明日9日の夕方にですね、長崎県の五島市福江島の方へ参ります。そして翌10日の土曜日に、また朝方に、この五島の海上保安署に参りまして、そこで、この当該海域での領海侵犯や不法操業など、海上保安庁のですね、日頃の業務、そして警戒監視、等々の活動についての状況説明を受けたいと思います。そしてその後にですね、この福江の港からこの船で、男女群島と肥前鳥島、これを視察する、こういう予定を組ませておりました。ただ残念ながらですね、今日お昼の時点で現地の方から連絡が参りまして、今海上が大しけということで、この1週間近く波が収まらないと、今船が出せない状態だということが現地のチャーターいたしました船の方から連絡が参りまして、残念でございますが、実際に海に出て、そして鳥島の周辺、また男女群島、この特に女島については上陸を予定しておりましたが、それは叶わぬこととなりました。ただ実情をですね、現状の地元の皆さんにお話を聞きながら、そして海上保安庁の通常のどういう体制になっているのかということをしっかり見ていきたいというふうに思っております。そしてあえてこの記者会見までさせていただきましたのは、この肥前鳥島とその周辺海域について、この11月の6日にはこの鳥島の周囲、我が国の領海内に中国漁船が侵入いたしまして、そこで立ち入り検査忌避がありました。中国船を追走の上ですね、強行接舷をして停止させ、そして船長を逮捕したと、こういうような事態が起きたわけでございます。しかしこの中国船はですね、この漁業法に、我が国の漁業法に基づく立ち入り検査忌避についての船長逮捕、これは中国側としてもですね、受け入れがなされたわけでございます。そして中国人の船長はその私たちの裁判にですね、かかったわけでございます。しかしこの事案が領海侵犯であるかということについては全く明らかになっていない。それから一部報道にもございましたが、船長逮捕勾留期間中にですね、この早期釈放を中国側から申し入れがあったということでございまして、この我が国の領海侵犯が起きたということ、それを中国側がどう認識しているのかは今のところよくわからない、こういう状況がございます。そしてこの鳥島といいますのは、その中の一つ中岩につきましては、日本の EEZ の起点となる99の島の一つでございます。ですからこの日本の領土のですね、先端にあるこの肥前鳥島およびその周辺海域がどのように領土領海として保全されているのかということを、これを私たちは確認をしなくてはいけない、このように思ったのでございます。自民党の領土に関する特命委員会でこの問題は2度にわたって、政府を呼んでですね、いろんな事情を聞き、質疑を行ったんですが、いかんせん現地をなかなか行けないところでございますし、状況がですね、現場の状況がどうなっているのかが分かりませんので、私たちとしては直接現地に出向こうと、このようになったわけでございます。そして実はお手元の資料にございますが、我が国のこの主張するEEZ の、いわゆる中間線と呼ばれるEEZ の領海線でございますが、これは我が国が主張しているものでございますが、それについての確定がなされておりません。そしてこの鳥島の周辺はですね、日韓の暫定漁業水域も存在いたしますし、日中の暫定漁業水域も存在いたします。そして、他国はですね、異なるこの EEZ の主張をしていると、こういう入り乱れた場所でもあるということでございます。そして本年においては、この11月に中国の漁船が領海侵犯をいたしましたが、それ以外にもですね、我が国の EEZ 内においての不法操業など、中国漁船は
今年もすでに4隻検挙されていると。昨年が1隻でございます。それから韓国漁船による不法操業もこの周辺の海域で、発生しているのではないか、こういう情報もございまして、私どもとしては日本の最先端のですね、この領土、その周辺の海域が、何度も申しますけれども、どのように保全されていて、そして警戒監視、取り締まりが行われているのかということを、しっかりと確認しなくてはいけないと、こういうことだと思っています。さらに男女群島につきましても、この2006年までは人がいる有人灯台が設置されておりましたが、それももう今廃止されてですね、無人島の状態になっているということでございます。さらにはこの非船取締りについては、先ほど申しました EEZ の起点でありますから、定長線の保全措置というのがなければいけないわけでございます。この海上にですね、きちんと島が存在しなければ EEZ の起点になりませんので、その最も低い状態でこの潮がですね、どこにこの起点があるのかということ、この定長線の保全措置というものがなされているのかどうなのか、これも領土の特命委員会での質疑の中では、これが上空からの写真による監視はしておりますという話は聞きましたが、具体的にその措置で十分なのかどうなのか、これも確かめなければいけないと、こういうことだと思っています。さらに私どもこの国会議員がですね、現状現場を視察することによって、日本のこの国民の皆さんに領土意識、そういったものもですね、しっかりとこの関心を喚起するきっかけになればと、このような思いもございまして、今回計画させていただきました。土曜日は船には乗りませんが、この関係者、それから島の中をですね、ずっと巡りながらいろんなお話を聞いてこようと思っておりますし、何よりも現地を見るというのが最終目的でございますので、また再びですね、これは天候の回復を待って、地元のそういった民間の船をチャーターするか、もしくは海上保安庁の巡視船による視察、これができないか、こういったこともですね、今再度仕切り直しをしているところでございますから、またその時にはお知らせしたいと思いますが、少なくとも領土の特命委員会で決定するところまでは皆さんにお知らせしておりましたので、具体的な日程が固まった本日会見をさせていただいたと、こういうことでございます。私の方からは以上でございます。ご質問ございましたら挙手にてどうぞ。はい、どうぞ。この件につきましては、出席につきましては、12月3日に行われたと思うんですけども、領土議連、超党派の領土議連で、話を持ち上がったと思うんですが、その時に、それからのこの、領土に関する特命委員会の方で、その海保の船というのは、超党派だったら出せるという話もありました。で、領土議連に出されて、どのくらいの反響といいますか、民主党等ですね、他の、党所属のですね、議員が、はい、これは当初自民党の領土特命委員会として、この海洋政策を所管する国土交通大臣宛てにですね、正式に、視察をするので、協力してほしいということで、船の使用の船の提供を申し出ましたが、これはそのお断りをされました。そして海上保安庁の説明によると、政党、単独政党によるこの協力依頼には今までも応じていなかったんだということで、船は出せないということでございました。一方でその政党がこのまたがってですね、超党派の議員連盟のご要請にはお答えすることができると、こういう話があったわけでございます。その他国会の委員会の視察、そういったものについてはこれまでも協力してきたと、こういう仕切りがなされまして、その上で私も所属しております超党派のですね、領土議連にこの話を持ちかけました。そして領土議連としては山谷会長、そして長尾事務局長、民主党でございますが、のお計らいで、総会を開いていただいて、私の方から説明をし、これはぜひ見るべきだということで、その日その場で視察が決定をして、ですから明日もですね、我々と合同で領土議連と、そして領土の特命委員会が合同で行くという計画をしておりました。しかし、残念ながらその船が出ないと
ということで、超党派の議連としてはですね、自分たちがこの視察を計画することで海上保安庁の船を出せる可能性を今探っているところでございまして、その船の用意ができたところで、領土議連としては行きたいということで、今回は当初の計画通り私ども自民党の特命委員会のみが行くということになったわけでございます。したがって、次にですね、船の手配ができるときは領土の議連とそして領土特命委員会の、合同による、私は両方に入っており所属しておりますから、そういった形でですね、海上保安庁による巡視船を用いての現状視察が可能になるのではないかなと、このように期待しております。はい、どうぞ。はい、海保の船ですけれども、海保の職員でない方が乗る場合にはいろいろな工事が必要なので時間がかかるというふうな話もあったかと思うんですが、そうしますとその合同で船を出す時期というのは目処はついているでしょうか。これは私はですね、これが春先であるとか数ヶ月先だったら意味がありませんので、そういう状態であれば自分たちで船をチャーターしていけばいいわけでございます。ただ一つの問題としてですね、この海上保安庁の巡視船がこの自分たちの活動ですよ、国民の代表である国会議員にその見せることができないと、乗せることのできない船しかないんだというのは非常に問題だというふうに思っています。それは技術的にですね、満載喫水船といいまして、この保安庁の隊員以外の人間が乗る場合にその船のですね、喫水船を変えなければいけないと、それから居室を設けなければいけないとか、いろいろな物理的なものがあるのは事実でございます。しかし一方で大型の巡視船はそういったものはクリアできるんです。ですので今実は大型の船は尖閣に、警戒監視活動に行っております。でそれを呼び戻すことは私たちはとても全く考えておりませんから、ただ海上保安庁のローテーションの中でですね、この大型の船が使えるときにがあればですね、その時にこの視察を実行できないのかということを申し入れているという状態でございます。いや、すいません、これはですね、このな、ここだけにとどまらず、もし全国いずれもそういう状態だとするならば、これはやはり海上保安庁の体制が少ない、その装備の中でですね、人員と装備の中でご苦労いただいていることは承知しておりますが、しかし現状それで大丈夫かというのは逆に私疑問を持っておりますから、我々を乗せないからけしからんというよりは、乗せられない状態でどうやって業務やるんだというのもございまして、そこの辺も現場のですね、この海上保安署に、上の保安署に行って実情をよく聞いてこようと、こういうふうに思っています。船で行くとするとかなり冬は波が荒いので、行けばかなりのすごい状態の中を波を突き進むというか、波の上を飛んでいくような形で多分高速船でね、行くんじゃないかなと、こういうふうにもう覚悟してとにかく行くって決めたんですから、ということでやってきたんですが、誠に残念なことですけども、そういう厳しい状況の中でも他国の船がね入ってくるっていうやはり現状があるんだから、よくよくここの領土領海が保全状況というのはしっかり確認しなくてはいけないんじゃないかなと、こういう気持ちでございます。